拘束されて15日目、ハンミちゃん一家が韓国へ向け中国を立ちました。動機は糞をしたから。猫虐待の様子をインターネットで公開した男が書類送検されました。手相を見せて気軽な気持ちで応じると、そこには思わぬ落とし穴がありました。5時54分を回りました。事件から2週間、あの5人が明日の早朝